しい時間と空間が生まれるように、それから自転車が走るモビリティとアメニティのあるその環境をどれだけ生かすかといった、そのテーマがこの建物に本当に表現されたかどうかというのは分かっておりませんが、この家を使って子どもたちが楽しい時間を過ごしたというなれば嬉しいと思っています。